余った大根ね、絶対全部これにした方がいい。一晩置くって寝ろってことですからね。香りがすごいな。いやー、よっしゃよっしゃーす。声が出た。私です、私だ。ということでですね、今回はですね、最高の大根漬け料理、大根を漬けましょう。皆さんめちゃくちゃうまいですから。まあ大根って結構余るんですよね、一本で売られてるじゃないですか。だから半分余ったりとか、余る時って結構あると思うんですけど、もうそんな余った大根全部これにしていいっていうぐらい美味しい料理がありますので、今からそれをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介でございます。まずですね、大根でございます。これ、ね、1本なんですけども 300g でいいです。はい、大根 300g、で、あと鰹節ね、めちゃくちゃ使ってますけども、あとニンニクが2かけ、なんと以上でございます。はい、ということで今回はね、大根漬けなんですよ。無限大根漬けっていうことなんで、漬物なんですよね。大根をこれからね、美味しい汁に漬けていきたいと思うんですけども、その前に僕を美味しい汁に、ね、漬けていきたいと思います。やれんのかアルシュマシーン1号、技の1号。美味しいこの漬け汁がありますので、これにね、僕はもうどっぷりと使いたいと思います。よろしくお願いします。くわー、ということでやっていきたいと思います。まずね、これ大根っつうのはね、この青いところの方がね、この頭の部分の方が結構ねまろやかなんですよ。で、先の方は辛いので、これはどっちがいいかっていうと好みなんですね。で、僕はあんま辛いのよりはちょっとマイルドな感じの方がいいので、マイルドにしていきます。はい、いつも僕皮むかないんですけど、今回ね皮むくんです。これなんでむくかっていうとね、むいた皮も結構ポリポリして美味しいんですよ。中身のシャキシャキ感とこの皮のポリポリ感、どっちも楽しみたいんで皮むきます。はい、で、これもこのむいた皮も一瞬つけますからね、これね。で、皮をむいとくとね、皮ってそんな漬け汁を吸わないん で、これねポリポリして美味しいんで、拍子切りにしていくんですね。こんな感じね、棒状に切っていく。棒状に切っていきます。はい、こんな感じね。はい、このね、大根をねポリッと食うのがねめちゃくちゃうまいんですよ。余った大根ね、絶対全部これにした方がいい。保存も効くし、ね、めちゃめちゃいいのこれ、うん、全部これにしていいから。ニンニクね、2かけね、ニンニクの香りのせるとめちゃめちゃ美味しいので、これを潰して、はい、潰して、はい、はい、潰して、はい、もうあとつけていくだけですよね。はい、もう大根バーッと入れて、はい、で、ニンニクです。こう、ちょっとバラッとして、バラバラにしてあげると、鰹節ね、かけてあげる。これね、鰹の香りがすごくね、香ってね、美味しくなりますね、大根が。大根と鰹節の相性、マジで最高。切った、大根は、この中に入れて、こう密着するんですね。うん、で、唐辛子も一緒につけて、空気抜いて、このままね、もみね、たまにもみながら一晩ぐらい、ね、置く。料理用語で一晩置くってありますけど、一晩置くって寝ろってことですからね。じゃあこれを冷蔵庫に入れていきます。ということでですね、しっかり漬けましたんで、ということで僕がスマブラをやってるうちに煮込まれましたので、煮込まれてねえや、なんだっけ、これ漬け込まれたっけ。開封の儀をやっていきたいと思います。チョキッと切っていただいてね、ここに持っていきますよ。はい、漬け込んだやつはね、このこれに入れていいです。こういう容器にね、これ皮漬け込んだポイントは、皮がね美味しい、香りがすごいな。鰹節がね、この中に埋め込まれているんで、これがねすごくいいな。おネギさんね、パラパラっとね、見た目がいいからね。いい顔です。はい、よっしゃ、出てきました。マジでうまいから。無限大根漬け込みです。ということで、やっていきたいと思います。やります。これね、これ。うまい、これマジうまい。皮めっちゃうまい。
ていうかむしろ皮の方がうまいかもしれない。持続可能な飲酒。ラー油タル、ラー油タランティーノ、いただきます。おお、すべての居酒屋さんのお通しをこれにしよう。酒飲みこの間いただきます。いただきます。いやキャイキャイ、あ、ちょっと食べてきたい。酒取ってくわ。うまっ。カツオニンニクやばい、うん、昔キュウリでねポン酢漬けやったことあるんだけど、その時カツオ入れてなかったの、うん、カツオやばいの。もうカツオが効いてて、ポン酢がね中島花澤さんいないですか。花澤さん大根ね、うん、結構重要ポジだいぶ重要。これは玉大丈夫、いっちゃって。ずっとお通しで、うん、お通しこれがいい。うまっ、ラー油うまっ。うまい、ラー油うまいね。うまっ、ラー油いいのよ。本当にこれから生放送するのこれ何が飛び出るか分かんないよマジで。後悔させてやるから。ごちそうさました。ということですね、3時間漬け込みぐらいが結構美味しくいただけると思う。余った大根は全部これにしちゃう。なんでかっていうと、めっちゃ酒飲めるもん。もう酒飲みすぎても大丈夫か。でもね、ご飯もいけると思う、これ。ごはーん、終わりです。あの感じだよ、まだよ。あ、でもちょっとスマブラ回復したわ。